こんにちは、マセン6494です。今回は逆転オセロニアの暗黒の予兆ガチャやっていきたいと思います。でですね、ま、ちょこまかと食べましてコインを530コインあるので、ま、切りよく55連やりたいかなと思います。で、次回ですね、31日まで開催期間があるので、それまでコインめっちゃ貯めて、で終わりぐらいに一気に放出しようかなと思います。で今回はですね、まあ初めて出たということと、あとまあどれぐらいの S の確率なのかなっていうのをちょっと見るためですね、55連で S 出るのかどうかというところです。ということで引きましょう。長いな。そんな確率高くないと思うんだよね。起きた。何台来る。お、一。しょっぱな。お、しかもいいやつじゃね。あざす。出るじゃん。それとも運が良かっただけ。闇に忍び任務を果たすのが私の使命。何人たりとも私の邪魔はさせない。かわいい。今回は全部引きます。コインの確定のやつはあるのかな。 S はあれ確定なのかな。あー、これか。どうせなら新ギャラが欲しいな。あ、そんなどんなのか。33連目ですね。ここな。やっぱそんな確率高くない。新キャラディヌシか。はい、44連目いきましょう。やっぱ運が良かったんだな、最初のやつ。しかも一発目だよ。お、来ない。お、あ、これ、新キャラだね。確か、表に出てたやつ。あ、音声ない。ラストですね。55連目いきましょう。起きた。来ました。ラスト。あ、ラストじゃん。お、さっきと同じだ。二代目。そうそう、出る確率高いのか。はい、ということでですね。暗黒の予兆ガチャの55連ですね。っていうか、もしかしたら、このキャラクターしか出ない感じ？他も出ない？あ、新登場がこの3体しかいないっていうことか。ズワルドって出したか。ということはもう終わった？ちょっと待って。新人。あ、出た。
で、ズワルトわかんねえ。どれがズワルトだ。ということは、新キャラ。あ、ズワルト出てるね。ということで、新キャラとりあえず全部確保したっていう早いな感じですね。55連で全キャラいけんじゃないかなっていう感じです。はい、ということで、今回は逆転オセロニアの暗黒の予兆ガチャ55連でした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。じゃあね。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。